1年精神年齢1年生っていうことで、今即興で考えた替え歌なんですけど、あの渡辺真琴さんがヒカルさんの動画出してたじゃないですか。でもやっぱりね、そのなんかご意見版みたいな感じで、まあね、確かにフル株ですよ、そりゃ。10年何年かもやってますし、ニコニコ動画でもいっぱいすごいやってる。すごい、9年選手、10年選手なわけでしょ。劇団スカッシュさんと同期ってことで、8年、9年で、9年くらい。なんだけど、やっぱ真琴さんってもう再生回数稼げるなら、もうあんなね、あのクソみたいな後輩の話題も出すんだなって思って、やっぱその関わるだけ無駄なんですよね。もうそんなに再生回数欲しいかよって思いました。やってることがそのね、売名の底辺 YouTuber と変わんねえんだよなあ。そこら辺のな、ちょっと1万人いているやつらがくじを暴いてみたいなとやってんのが変わんないの。ね。そこまで落ちぶれましたかと私は思いましたよ。やっぱり、その真琴さんって言ったらもう数々の新シリーズドッキリ、定番ものっていうものを作ってきて、もうネタ系のメグインさんの弟子じゃないですけど、メグインさんに憧れた中の、まあメグインさんに憧れて、もうすごいじゃないですか。やっぱりその、モンダミンのびっくりと、まあそれを数え出したらキリがないくらい、やっぱあのね、突っ張り棒チャレンジなど、いろんなものを生み出してきた、やっぱその、定番ネタの怪物なわけですよ。でそんな人が、もうここまで落ちぶれてしまったかと、俺思うと、やっぱ悲しいなって思って、まあ、そこなんだよなって思うのも、やっぱりその、YouTuber、くじにあげるか何選手権とか言って、やっぱ定番ものが作れてないんですよ、やっぱり。一発一発の単発系っていうか、もう、なんか、な定番ものっていうか、すごいズドンってくるものが作れてないし、やっぱりその歌、やっぱかいわれハンマーでも中心にやっていくのかなって思っちゃうし、なんかさ、子さん、俺も子さんぶるのもちげえけど、なんつうんだろうな、うん、まあ、そりゃなんでみんなに光る消えてほしいかって、とんでもない脅威なわけで、やっぱり。そう、もう金も財力があるって、その YouTuber で一番足りないのってやっぱ資金力なんですよ。やっぱり。人気になったはいいが、その YouTuber で人気になったからって提供バンバンやらないと、ラファエルみたいにバンバンやらないとお金はないと。資金力が足りないんですよ、はっきり言って YouTube には。そこを補えてしまう。で、ちょっとね、誰かが中途半端な企画をやろうものならば、それに資金力を上げて、ドカンというもっとすごい企画出しちゃう。っていう恐怖もあるんですよ。なんでヒカルさんがすごいかっていうと、やっぱりその、まあ、ヒカルさんがって俺信者でもあるり、真琴さん好きなんですよ。もう YouTuber 好きなんですよ、僕は。で、何がすごいかって、ヒカルさんの、もう他の YouTuber が中途半端な企画をすると、YouTuber って10万人以上でそこそこやってると、中途半端な財力でやってしまうと面白く。でもそれをパクられて、1000万でそのもっとより面白くできるものが生まれてしまったとき、もうヒカルさんの手柄になってしまう。っていうのを考えると YouTuber 消えてほしいと思うのは当然なんですよ。はい、YouTuber はみんなね、消えてほしいと思ってるんですよ、周りのやつら。うん。で、周りのやつらが消えれば相対的に1位になるんでね。俺そうも思わないけどな。なんで俺が YouTuber 始めたかって、はっきり言って YouTube がつまんないから僕は YouTube 始めたんですよ。自分の面白いものを作るっていうので、それがみんなできなくなった。はっきり言って。うん。できなくなったから俺は YouTube 始めたんですよ。苦肉の策といえば苦肉の策なんですよ。僕はみんなが面白いものの動画を出してれば僕は絶対 YouTube 始めてないんですよ。でもやっぱりみんながつまんなくなってクソみたいな企画、なんか使い古しのなんかよくわかんねえさ企画ばっかやって、ね、ちょっとなんか時事問題に乗っかってプライド捨てて恋ダンスですか。ああ、何も面白くねえだろあんなもんよ。恋ダンスって。トゥールルルルルでさ、誰も面白くなんだよ。ねえんだよ。カスなんかニコニコ風になんか動画のコメント流してクソ寒いんだよ。何年前の話しとんじゃん。なあ。全体的にも YouTube っていうのは再生回数こじきって俺は昔からじゃない、最近言い始めたのは、もう、みたいなサムネイル作るでしょ。もう再生回数こじきですよ。ねえ。もう好きなことで生きていくっていうのも もう捨てていいんですけど、その前になんつうんだろうな、こじきですよ、やってることが。だから俺は嫌だなって思って奇跡起きたとか。ねえ。奇跡起きたって。何回奇跡起きとんねんな。ね、そうお前絶対お前なんかラキラキの実みたいだろな、人の幸運奪ってな、そんな奇跡起きたらやばいだろ、そんな奇跡起きすぎなんだよな、神回起きすぎなんだよ。
な、まず神回起きてんのになんで100万、YouTube 界の、1億回生数いかないんだよ。神だぞ、ゴッドだぞ。ゴッドパワーを使ってもお前100万回いけねえのか。なあ、100万回ねえ、はじめ社長なんてゴッドパワー使わなくても3000万いってんだぞ。うん、よくわかんないですけど、はっきり言わせてほしいのは、まほとさんはもう成り下がっちゃったなって思うのはわかりますよね。でも、実際、本当はまほとさんに喧嘩を売っちゃいけないです。喧嘩を売るつもりはないですけど、やっぱりその今の現実っていうのは、おかしい。俺は言わせてもらうけど、なんつうんだろうな、ご意見番みたいな感じで、ふんぞり返って座ってますよ。かいわれハンマーなり、なんだっけ、なんかそこの、なんか、フリーメイセンの目みたいなブランドあるじゃん。あれでもこれ、がっつり稼いでますよ。うん、がっつり稼いで、ね、ジェネシス1に入ってた無駄な後輩は切り捨ててって、ね、そういうことして、もうがっつり稼いでますよ、もうこれ。もうじゃん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 、ブリン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 って稼いで。いいでしょうけども、やっぱ YouTuber っていうものは面白くなければならないと俺の中では思ってて、確かにもう面白くないですよ、YouTuber なんか。最近はもっと面白くなくなった。しょうもない。ほんとやってることが。でも、しょうもないけど面白いものが作れたの。はずだってけど、今はしょうもないけど面白いじゃなくて、しょうもない、ただ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 しょうもない。宝くじいっぱい買ってどうすんすか、ね、宝くじのスクラッチやってね、誰かがやったような企画、そのゼロから企画を生み出そうとしてるものがなくて、でもやっぱり真帆さんがそれができた男だと僕は思ってて、やっぱそのね、すごい、やっぱそのもうネタの定番系の新開地っていうのも開いて、舞妓さんっていうキャラも確立して、ちょっとぶっ飛んだインタビュー系っていうのも作ってきた男、なぜここでそこまで落ちぶれるって俺は思ってて、やっぱりその面白いネタ系 YouTuber がどんどん成り下がっていくっていうか、まあ水溜りボンドも面白いんですけども、やっぱりそのタイトルサムネイル、あそこまでしないとガキどもは見てくれないのかって思うと本当悲しいにすぎますよ。寒いんですよ、あのサムネイルとタイトルは。とにかくね、えもう顔がガーってなってね、もう意味がない。もっと大事なところでその顔は使うべき。まあ、ヒカキンさんなんて毎秒変顔ですよ。ねえ、ベースがね、あ、目を毀損になっちゃう。ベースがもう変だから。あ、言っちゃった。まあ俺も人のこと言えないけどね。ベースニンニクだぞ。なあ、ベースニンニクがヒカキンを変顔って言うのよ。なあ、だから俺思うわけですよ。でも俺なん、あのね、あんまね、で今モノモスケにみんな言いたいのは、喧嘩売っちゃいけないやつ言います。真帆さんっていうのは立ち位置で言うとどういうところかっていうと、あのね、あれなんですよ、白ひげですね。はい、白ひげ。うん、あの喧嘩打っちゃいけないっていうのはファンがね、もうドキュン系ばっかなんですよ、あそこは。ウィーウィーウィービュンビュンビュン、もうなんかもうデンプシーロールみたいに肩をこうやってやってるやつらばっかなんね。これステップ踏んじゃってるよ、こうやって。リンダリンダー、違うね、かいわれハンマーの歌、最後に笑うのはで、こんなステップ踏まないでしょ。ねえ。いや、もうやっぱその、まあ今が苦しい時期ですよ、YouTuber は。でもやっぱり面白いものを出してほしいっていうのは一つですし、僕はヒカルさんも面白いものを見せてくれたし、まほどさんも見せてくれてて、でもやっぱりそのね、その昔の勢いがすごすぎたっていうのはぶっちゃけありますよ。やっぱその言い訳じゃないですけど、本当にすごいんですよ。モンダミンドッキリなり、もう、ウォってくるような企画を出してくれた。でも今じゃなんか、へぇーみたいな、そんなクソみたいなサムネイルタイトルで、やってることは水溜りボンドと一緒。うん。面白いトーク力もあるかもしれないですけど、と思いますね、ほんと。ただただ。なんかやっぱタイトルサムネイルってすごい重要なんですけど、やっぱりその、俺みたいなね、あの中途半端なガキじゃなくて、しっかりとしたガキ。俺中途半端なガキなんですよ。ガキと、うわーってね、まあ俺が女子だったらスタバ最高って言ってるような年なんですよ。15歳ってことだよなあ、スタバ最高とかなあ、あんなぼったくりでんな、摘発しろよ光なあ、光、あのあれあれ、あのな、あのもう、スタバ摘発しろよな、コーヒー一杯600円って意味わかんねえよな、なんでそれ、あれマジで、なんかシャリシャリみたいな氷で埋め尽くされて、あれで600円かよなあ、ぼってくれだろなあ、汚い音やでほんま、ね、汚い音ねえでほんま、ほんまでか、ほんとね。でもほんと YouTube はね、つまんないから僕は YouTube 始めて自分の面白いものを作ろうと思ったわけですよ。
で、今に至りますということでね。引きこもってます、絶賛ね。引きこもりやライフ最高ということでね。デブが G-SHOCK。デブに G-SHOCK。新しいことわざですね。ね。G-SHOCK っていうかっこいいもんつけても、デブがつけたら、そりゃないのも同然ですわ。イエーやめよう。ということでね。まあ、ほどさん、落ちぶれたなって思いました、やっぱね。その、初めじゃ、ちょ、遠回しに言ってるわけじゃん。でも、光に言うことがあるみたいな感じでね。それで、一回ゼロから始めたらどうですかって、それみんな思ってるわけですよ。だって、あんなもチャンネル登録者200万人で、もう破竹の勢いなわけですよ。で、復活してももっとすごい企画がバコーンってやってくるわけでしょ。そういうのは消えろって言うかもしれませんけど、多分消しませんよ。絶対に光さんはチャンネルは消しません。うん。はじめ社長消さなかったじゃん。で、簡単に言って後輩なんですよ、ヒカルさんっていうのは。なんかただキャラがみんな嫌なだけでしょ、あんなビッグマウスのキャラで、で、性格悪いって。なんか性格悪いんだよな、あそこら辺は。うん。でも、はじめ社長ってそれはまあまあ昔からやってますし、トップ YouTuber だしね。なんか、まほどさんやってることって若い芽積んでるんじゃないですか。で、まあ、と俺は思うし、すごい長い動画になるけど、そのなんつうんだろうな、ヒカルさんが悪いって言って全否定してるだけで、詐欺師だって言ってるけど、そう、なんかそこしか触れてないっていうのも、また気持ち悪いなって思いますけどね。うん。もう最悪の悪いって、プロパガンダじゃないですけど、まあそれにみんな騙されて、まあ悪いっすよ、当然。悪いっすけど、その、すべて悪い。でも、ヒカルがただもう金踏んどっただけみたいな感じになってるじゃないですか。で、もう一つ、殺害要求で、もう一つ言っていい？あの、なんだろう、バカども、ツイッターで、あの、バズのなんか、警告文みたいなのに言って、自業自得じゃんって言ってるけど、何それ？ねえ。バカじゃねえの？お前ら。やっぱ、嫌がらせと詐欺は違うんだよ。なあ。一緒かもしれないけど、関係性がありそうでないんだよ。やっぱ、嫌がらせと詐欺は違うし、だって、嫌がらせみんながしないと、みんなもね、ヒカルが捕まったハッピーで、ウィーってなってるんだよ。みんな何十人もそうやってね、何も送りつけないで、ただじーっとね、光るうぜえよなって言ったら、どう、あいつ逮捕されたはずなんだよ。でも余計にそういう悪いことをしたから逮捕あいつされないんだよ。なんでかわかる？そのね、不幸をね、ちょい出しするんじゃなくて、ガッと出せばよかったんだよ。だから不幸をみんなね、わざと出しすぎた。あそこでみんなじっとしてたら絶対光る逮捕されてるから。天罰がもう一気に。みんな天罰、罰を分散しすぎなんだよ、やっぱり。そのガラス割ったりとかね、やることがね、スケールが小さいんだよ。なあ、兵庫県くらいぶっ飛ばせよ、なんじゃえみんよ。なあ、バーンってそれくらいしてもらわないとね、規模が小さいっすわ。うん。日本語でぶっ飛ばしてもいいっすよ。うん。それやってること北朝鮮と一緒じゃん。なんじゃえチェン。もうだから、なんじゃえみんもスケールが小さい。兵庫県ごとぶっ飛ばしてよかったと思う。まあ、兵庫県なんも恨みはないけど。それくらいすごくしたらもうね、もう南ジェミン様ってなるのにな。そこもったいないよ、南ジェミンも。兵庫県ぶっとかして、どやーって言ったらもう、拍手喝采。うん。それくらいしてみないよって。うん。スケールが本当に小さい。殺害予告みたいなことしてんな、俺な。ちまちま、ちまちまね。なんかガラス割って。ね、ピンポンして、やることが小さいの、田んぼ焼き打ちにするとかさ、実家の。で、実家を実写ゲームオブウォーにしてみたいな、グランドオブウォーみたいな感じで、ドゥーって、なんかもうドームみたいなの作っちゃう。な、壁みたいので、ボーンって言って、封鎖されましたって言って、撃てーって、ピュンピュンピュンって言って、火の矢を放てばよかったじゃん。で、なんか巨神兵みたいなの吊るして。で、それただの12秒。もう行き、もう行き、もう行き。いやね、ちょっとね、もう今なんだこんなね、話してるかっていうと、ただ眠いから。眠いとすごい喋りたくなるんですよ。ね、やっぱ誠さんはね、なんかもうそこまでなりたがっちゃったかって。再生回数のためにはね、そんなね、みんなが触れたくないようなね、もうプライドまで捨てたかって思いましたよね。で、プライド捨ててる割に面白くねえもんな。ご意見番みたいな感じでやって。ね、YouTuber にやっぱご意見番っていうのは作っちゃいけないんだよ。全員フレッシュでやるべきだし、ご意見番みたいな、その光に言いたいんだけど、ね、ほんと気持ち悪い。もっとババ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 バみたいなさ、企画やってほしいよね。うん。その、だから俺もチャンネル登録者、
だから高 HTV が最強なんだよ。すなわち1万人いっても祝わないでいつものように動画を出す。動画のネタないからって言ってそうやってヒカルのことやったらヒカルで2本取れちゃいましたよ。バンバン罪ですね、マホドさん。ヒカルは悪いっすけどね、それはみんなそっとしておくべきなんですよ。人間最高の罰っていうのは無視することなんですよ、人間の。そこで構っちゃうから優しいんだな、マホトさんは。うん、マホトさんは優しいんだよ。だからそこで構っちゃったんだよ。他の YouTuber 構わない。ヒカキンさんはやっぱりあの優しい冷徹だから、うん、だから優しいウォーズマンですよね。優しいウォーズマンなんでやっぱりそう、もうね、ヒカルさんにはね、触らぬ神にたたりなしですけど、そういうことをした、まあ、ヒカキンさんは正しい。そこだよなって思いました。でも、マホトさんはやっぱ優しいんだなって思いました。やっぱ普通人間っていうのはやっぱり人間ってなんかもう、なんか人間学者みたいな、生物学者みたいなこと言い始めたよ。なあ、浅い知識と予想だけで。なあ、こういうやつがいるから、日本に嘘がはびこるんだよ。まあ、僕の予想でね、やっぱその、無視されることが一番辛いんですよ。何もお題にされないで。だから、そうやって、罵られるだけ？だから叩かれるだけまだ花なんですよ。叩かなければいいと思いますよ。やっぱ、マホトさん、やっぱ優しいんだなって、懐がでかいじゃないですか。あやなんさんがすげえ、なんか、ツイキャスで悪口言ってんの、許しちゃうし。いろんなことを、やっぱそう、やっちゃうし、懐が深いんだなと思いました。やっぱね、マホトさんは白ひげみたいな立場ですけど、でも、一つ言わせてほしいんですけど、まあ、これからモノモス系の YouTuber の皆さん、こいつらには悪口を言うなっていうので、若者三大巨頭のスカイピース、フィッシャーズ、レイダーズ、まずこの3組についてはあの悪口を言うと、あと最近チョコレートスモーカーズ、若者四大巨頭ですね。まあこの若い目です。このね、勢いのある若い目4組たちはあのディスるとファンがバカなんで、ぐじぐじ言ってきます。で、マホトさんのとこはね、あの怖いですよ。あのね、ジェネシス1はね、本当にやばいやつばっかでしょ。ジェネシス1ってやばいやつばっかだよね。あ、ファンがね。うん。なんかすげえファンいるじゃん。ストーカーしてうんこしたりさ。家の中でブリッてうんこしたりさ。ね。で、止めろみたいなやつ言ったでしょ。なんか、で、平気で盗聴するわ。みたいな。やべえやつらばっかだろ。なあ。まず YouTube リスナー全員バカなんだよ。なあ。バカばっか。うん。金も。って言ってね。炎上したい。炎上して金稼ぎてよ、万になる寸前で攻めていきたい。おおおおイエーイフフフイエーイ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 フフ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 顔が真っ暗になった。黒人です。白人です。黒人です。ハコク。ドリーブロギーのね、必殺技、ハコクですよ。ハコク！はい。隣のお家のおっさんがね、文句言ってますね。僕について、うるせえって言って。うるせえなーって言って、新聞バシャンって言ってますね。バシャン！新聞バシャン！意味がわからない。また俺炎上警戒って思うけど、やっぱり思うことを言いたいっていうのはあって、やっぱトップ YouTuber 大変なのは分かりますよ。毎日編集して、でもそれができたはずじゃないですかと。なんなら最初からやんないでくださいよっていうのは言いたいですけど、やっぱそのクリエイターとは呼べないよね。だから YouTube クリエイターじゃなくて YouTuber なんだろうな。業者、はい、業者。ラファエルさんも最初は面白かったのにな。それがみんなかわいそうなんだよ。みんなつまんなくなっていくんだよ。それが悲しいな。やっぱ人気になったらみんなつまんなくなるのか。じゃあ俺は一生30人でいきたいと思います。はい、ということで、便乗系 YouTuber でした。便乗系にしよう。便乗系、便乗り系 YouTuber のはじまでした。チャンネル登録をしないで僕の住所を見つけて、そこにね、そこの郵便ポストにね、2億円くらい入れといてください。もしかその、ポストのね、
後ろ側くらいにアタッシュケースでなんかバーンみたいな、お金入れといてくださいね。はい。住所？お尻言う！バカ野郎か！